テレビアニメバックアローリンガリンド放送局。皆さんこんにちは、テレビアニメバックアローアタリアリエル役の須崎彩です。皆さんこんにちは、テレビアニメバックアローエルシャリン役の小沢アリです。リンガリンド放送局第12回の配信がスタートしました。この番組は現在放送中のテレビアニメバックアローをマックス盛り上げていこうという冒険活劇ラジオです。はい、今週の日曜日は、アニメジャパン2021ですね。はい、バックアローのスペシャルステージが待っておりますので、皆さん楽しみにしていてください。朝早いから寝坊しないで寝てくださいね。そう、めっちゃ早いのよ。そう、チケット買っても皆さん寝過ごしちゃったらなんかもったいないから、ね、アラームかけてほしい。アラームかけてほしい。休日だけど、せっかくの休日ですけども、はい、よろしくお願いします。お願いします。そしてね、今回も同じくイベントに出演される守備役の杉田さん、引き続きゲストに来ておりますので、はい、今週もいろんなお話、伺っていきたいと思います。はい、ではでは最後までお付き合いよろしくお願いします。この番組はバックアロー制作委員会の提供でお送りします。テレビアニメバックアローリンガリンド放送局。では本日もゲストさんをご紹介しましょう。杉田智和さんです。はい、皆さんこんにちは、テレビアニメバックアロー守備役の杉田智和です。よろしくお願いします。お願いします。今週もいいですか、早速聞いて。杉田さん、なんか前回聞きそびれて、うん、ゲストさんにはこう、うん、新年ありますかってお伺いしてるんですけど。確かに聞いてるね毎回。杉田さんのこう新年とかってありますか。新年なんあるんじゃない。私とか須崎さんは、私はね、なんとかなる、なんとかなる、自分に嘘をつかない。ちょっとかっこいいこと言うんですよ。なんでだよ。須崎は何が不満なの。なんとかなる。後輩に優しくしない。優しいの知ってるけど。嫌いなんですけど、なんでそんな厳しいの。小沢さんの口からそういうの出るの許せないか。いや、なんかほら、なんとかなるみたいな感じのこと言いそうじゃないですか。イメージ、ね、どんなイメージなの。そこからまず聞きたいわ。なんとかなる顔なんですね。なんか似たタイプだとよく思われがち。そうだった、はい、ちょっとね、お顔が似てるんでね。顔の構造の問題か。コメントしづらいんだな、これな。大変だな。はい、杉田さんはないですか。人のいいを悪く言わないかな。おー、なんだっけ、なんていうセリフだったかな。何が嫌いかじゃなくて、何が好きかで物語るみたいな。そうそう、すっごい好きなセリフ。だって不毛な争いしか起きないもん。そうですね、好きを語って人生を、そっちの方がいいよ。これはこの2021年ちょっと意識していこうと思います。突然どうした。え、ちょっと最近思ってたんですよ、好きを語ろうって思って、そっちの方がいいプラスになるぞ。素敵、みんな明るくなるしね。そうですね、周りの人もね、その方が、はい、じゃあそんな杉田さんに届いているメールをですね、はい、今週も紹介していきます。はい、はい、それでは紹介しますね。猫飯ちゃんからいただきました、ありがとうございます。はい、僕は須崎さんのファンなので、ヒロインやるなら絶対見なきゃと思ってバックアローを見始めたのですが、今では完全に週の虜です。どうしたどうした。どうした。バックアローにおける杉田さんのお芝居がとても好きで、不勉強ながらもかっこいい主人公やたまに悪役を演じられているのは知っていたのですが、シューのような変な例えですが、まるで何が飛び出るかわからないびっくり箱のような、何とも言えないけどすごく魅力的なキャラクターを見事に演じられているのを見て、毎回舌を巻いています。バックアローはキャストさんも一緒にリアタイして実況できて、毎回の放送がとても楽しみです。でも大丈夫だ、こんなこと言ってたって多分あたりなんかピクシブとかで検索してそうだから、これ。そうなの。書いてる人いるかな、ピクシブで。でもね、あたりのお風呂シーン見たらもうまたコロッとね。お風呂シーン定期的に入るよね。多いよな、この。そうなんですよ、ちょっとこの作品女子は風呂で語るみたいなところありますからね。あれいいところだよ。文字通り裸の付き合いだから本音が出るんだろうな、と思うんだけど、結構頭の中別のこと考えてるやつもいるし。面白いところだよ、無防備なんだよ裸って。だから男子はお風呂入んないですね。まあアローは全裸で現れたけど、そうね、男子の鉄壁週風呂、あ、は入るでしょ、一瞬でこうカッてこう出てくる、いつ入ってたのみたいな。でも週の服の謎がまだ分かってなくて、はいはいはい、
あとなんか杖でなんか風船膨らませてたりも、ね、膨らむ閉じなしなのかみたいな、吹っ飛ばされた時にね膨らむやつとか、ね、エアバッグ的なね、なんか膨らむ機能が、なんか機能のある服ね、シューカール万山性かどっちかだよ初めなんかもう体を膨らむのかと思ってびっくりしたんだよ、うん、確かに確かに、服がっていう、不思議ですよね、シューは高いところが落ちてもこの辺からワイヤーみたいなのがピシューって出てカリオストロの城じゃないか、よせよせ身を守る術をねいっぱい持ってるシューさんでした。はい、はい、続いてのメールえなあさんからいただきました、ありがとうございます。リュートにエッチャ村のみんなが招かれた第8話でとても印象的だったのが大浴場での場面です。湯船に飛び込んで泳ぐエルシャ、うっすらおどおどしているあたり、うん、愛を解いて体を洗ってもらうフィーネ姫、うんうん、3人ともこういうキャラだよなというイメージにバッチリハマっていて、うん、他のキャラたちの入浴の仕方も気になりましたまさに、はい、皆さんはお風呂でのルーティーンみたいなものってありますかといただきました。お風呂どこから洗えますか須崎くん、髪どこから洗えますか、髪かな、髪ですか、うんうん、杉田さんは、僕はどっから洗うだろうな、その剃る日とそうじゃない日で違う、おー、うん、ひげとか脇、まあ、脇はそんな、ツルツルなんですかツルツル、杉田さんツルツルなんですか、眺めちゃう、何でもツルツルかも、それで助走するときに、うん、意外に毛が邪魔なのよ、あそのすね毛とか、すね、はいはい、の上んとこの毛って言うんだけど、うんうん、ニーソー履くとちょっと出るとこニーソー履くんですか、いやあそこのところの毛がすげえ目立つことが分かった、あと後ろの方とか、あ絶対領域の毛ですね、うん、それしかねえって、で一緒にあの別の下の毛も剃ったら習慣づいちゃった、別の下の毛とは、うん、そこだ、あのね、うん、クイックルワイパーお部屋かけたら結構引っかかるのがストレスだったのずっと、クイックルワイパー、あの掃除するときにかける、あーなるほどなるほど、ね、紙製のモップみたいな、あー分かるよ、うん、お掃除中にね、うん、そしたら結構なんでこんなに毛が引っかかる許せねえって なるほどね、なんかコスプレで女装するときってあーはいはいみたいな反応だったけど普通そうじゃないか、そう、ね、確かに杉田さんのちょっとね見かけたことがあるという確かに、なんかクリームあるじゃないですか、ジョンクリーム、あるあるある、なんかあれすごかったですよ、なんかうちの旦那やってて、うんうんうん、えーって言って、うん、え剃る人なんだ旦那さん、えなんか多分私が、うん、毛汚いって言ったら、うん、じゃちょっとやってみるってかわいそうやってくれたら、うん、ツルツルっていいねみたいな、あーよかったよかった、やっぱハマっちゃうんだ、うん、え杉田さんもその毛がない快感に目覚めてそれ以来剃っちゃうってことですか、快感じゃねえだろあ確かに快適ではある、なんかこうツルツルでいいですよね、うん、腕とかツルツルだと、確かに快適で、腕とかそんな濃くはないけど、まあ快適よ、杉田さんがツルツルという新情報を得ましたね、ねえそうなんだ、いや他でも言ってるよ新情報欲しいね、うん、ねどんどん暴いていきたい、うん、白樺さんからいただきました、ありがとうございます。リンガリンド放送局の皆さんこんにちは、こんにちは、楽しく、拝聴しております、はい、キャストの皆様にお聞きしたいことがあります、うん、バックアローは収録から放映まで少し間が空いたと風の噂で聞いたのですが、うんうん、収録時と今現在放映されているのを見るのとでそれぞれのキャラクターについて印象が変わったところなどがあれば教えてください。あうーん確かに間はまあまあ空いてますよね、うん、1年ぐらい前かな、ね、収録やってたの、うん、でもなんか一緒にこう収録してる時はすごい、うん、あの放映してるのともギャップなかったんですけど、うんうん、こうもう10話過ぎ頃からこうバラバラでコロナの関係で撮っていたので、うん、最近見るオンエアはなんかすごい、うん、なんだろう新鮮というか、うん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 、あこういう掛け合いされていたんだなっていうのはもうありますよね、うん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 、なんかそのバイとかゴーとか結構そのあそういうビジュアルだったのねっていう、あ思いました、あたりのキャラからその絵がそこまでまあ分からなかったので、うんはい、こんな感じっていう新鮮な驚きがあったりとか、うん、ありましたね、うん、あとフィーネのジャクサがやっぱカラーがつくと、うん、あそうだね、目があんな真っ赤だとは知らなかったか、ありましたよね、なんか感じましたのにか、そう、ね、あでもそんな前だっけって思ったらそんな前だったみたいな、うんうんうん、時間の感覚やっぱちょっとおかしい、すごい前って思うし、うんうん、そんなこないだじゃんみたいなね、うんうん、とも感じる部分もあるから、うんうん、何とも言えないなこれは、
はい、そうなんかやっぱ1年経ってそのねアフレコから経ってるから、その一回そのアフレコしてるんだけど、あそんな展開だったっけみたいな、こう細かいところまではやっぱりね、うんうん、あの覚えきれてないところもあって、うん、あそうかそうかとか、本当に多分視聴者さんと同じような感覚で普通に楽しんでいるかもしれない。あ、ね、それはありますね、うん、でもなんか自分のキャラクターになってくると、まあ絵との印象でこう、うん、最初はテストこう演じたけど、うん、そういうディレクションで本番は違うアプローチで演じて、うんうん、あなんかやっぱこう見えるし、でもこう言われたからこうしてるし、なるほどみたいな、なんか振り返っちゃったりとかもしますね、うんうん、自分のキャラだと、うん、なんか私たちエッチャ村の人たちって結構そのちゃんと弱者としてとか、なんかその当たり前にその戦闘に入っていかないとか、うん、本当に怖いことは怖いって表現してくださいねって言われてやってたのが、そのオンエア見て、あ確かにその役割だったんだなって、うんうん、なんかこう納得するっていうか、はい、多分それによってね、なんか世界観に深みが増すし、はい、コントラストだなっていうふうにすごい思いましたね、うんうん、他のキャラクターたちとの、ね、はい、はい、では続いて、はい、堂島大輔さんからいただきました。ありがとうございます。須崎さん、小沢さん、そして杉田参謀閣下、こんにちは。こんにちは。はい、杉田さん演じる柊は頭がいいことだけは確かで、あとは優しいようで裏があるようで、人とむやみに近づかないようで、人を疑わないようでと、つかみどころのないキャラクターですが、うん、私は杉田さんに対してすごく周りに目配りをする人というイメージを勝手に持っていて、うん、味方のことも敵のことも全て把握してしまう柊と相通じるところがありそうと思っているのですが、うん、実際はどうでしょうか。うん、ご本人の考えと須崎さん、小沢さんから見る杉田さん像を教えてもらえると嬉しいですといただきました。うん、杉田さん大好きクラブの人からメールが来て、怖いな。怖いなんて、そういう人の中にあるなんか理想の杉田像みたいなのがあって、うん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 、それに当てはめたいのかなとか。お、うん、結構怖いけどねそういうのね。あの小説家を誘拐してさ、うん、足をほにゃららしちゃう、めちゃめちゃ怖い話してる。あのサイコホラーあったじゃない昔。いや、あったんですね。そうそうそう、それみたいになっちゃったら大変じゃない？でも、でもそんな悪意はないと思う。大丈夫、大丈夫、絶対大丈夫。そんな悪意じゃないと思う。うんうんうん、だからこれは大丈夫、大丈夫。うん、大丈夫ですね。うん、確かに、なんかこう、杉田さんってすっごい周りを見ていらっしゃるイメージがあって、うん、あとそのなんか人の表裏をすごく見抜きそうなイメージがあって、うん、だからなんか、あの見透かされそうで怖いっていうのはちょっとあるかもしれない。あ、楽しい、とっても おしゃべりしてて楽しいけど、うんうんうん、なんか例えばこう社交辞令言ったらすぐ伝わりそうとか、あだからあんまり、だから思ってないことは言わないようにしてる杉田さんと喋ってる時、うん、いやでも須崎は頭いいから、うん、でも嘘もつかないんで、うん、でも須崎が嘘めっちゃうまかったら嫌だなと思うけど。だったらこの仕事も選んでないだろうし、うん、僕ともこんな今話してないだろうなって、うん、すごい悪だった場合の須崎の未来って考えるとすげえ怖いんだよ。悪だった須崎、でも今こっちでよかったなっていう、よくぞこっちを取ってくれたっていう、ありがとうございます。うん、そう、私は須崎さんじゃない、杉田さんとあんまりご一緒する機会もなかったんで、なんか語れるほど杉田さんをあんまりまだ知らないんですよね。そうね、小沢さんのことはなんかあの別のラジオのなんかイベントとかで共演した人が、発言がやばいって言って、なんか頑張ってこう、やばい爪痕残そうと思って、なんか盛り上げようとしてるんだよね。はい、だから俺はそれを言ったのよ。だから悪意じゃないんだって。ただ心配になるって。あ、そうなんですよね。でもなんか特にもう失うものもないの。大変。家庭鉄ドライバーさんが思って、鉄ドライバー、鉄ドライバー、ごめん、あのトガイヌの血っていうゲームじゃあそうな、そうなんですよね。でもなんかこうアニメとかでさ、やっぱりすごい杉田さんの声を聞いてさ、育ってるわけですね、うん、我々って、うん、そういう世代か。そうです、そうです。私はハチミツとクローバー、私もね、ー好きね、めちゃくちゃ好きなんですけど、はい、そうだからね、初めはちょっとミーハーが出ちゃうね。あ、なんか現場で好きすぎる声の声優さんいらっしゃった時にわーってなるけど、わーを出したらダメだから、うーってこらえてさ、だから私多分杉田さんに初めてすごい好きでしたって言ったの、あってかだいぶ経ってますよね。うん、で、そうですね、声だけはいいですよねって言われて、そんな失礼なこと言ったかな。言ってた。みんな若気は至るんです。そうそうそう、まあ、でもそれもね、ほら爪痕を残そうとして言ってるだけ。あ、そうだったね。
印象にね。だからまあインテリジェンスあふれる須崎彩さんから出るからそれは悪意じゃないなって。うわよかった、うん、全員が伝わってよかったです。モノリンさんからいただきました、はい、ありがとうございます。須崎さん、小沢さん、杉田さん、こんにちは。こんにちは、はい、杉田さんにあえてすごく普通の質問をします。今お家での趣味は何ですか？日本全体がおうち時間の過ごし方を考えたここ1年ぐらいどう過ごされていたのか気になったので質問しました。おお、普通オタ。そうだよ、普通のオタクじゃない。そうですよね。確か何されてますか、普段お家いる時。いやもう、いやもう、そう、一応その体も鍛えたり、おまあね、必要に迫られてね、うんうん、不健康すぎるっていう結果が去年の年末ぐらいに出たから、まあ、まあ運動を適度にやって、あと食べるものをちゃんと考えなきゃいけないなと思って、うんうん、で自分で作るように。そう、たまに見ますツイッターのフリート機能で。そうそう、最近綿棒を、大理石かなんか石かなんかでできてるやつ、うんうんうん、あのパスタかなんか伸ばすとか、 うん、あれ買った。わ、でもそれあると結構もうお家の時間料理とか。そうだね、なんか、うん、何作るんですか？うどんとかですか？うどんはもう早いからすごい便利だよね。うん、別にうどん一から粉から打つわけじゃないけど。麺棒は 何用に買った？麺棒は鶏胸肉をね、うん、伸ばしてね、なんかこう挟んで伸ばしたり叩いて、うん、丸めて、そう、あの揚げ焼きにするやつ。あとささみチップスっていうのを作りたくて。お、俺あの犬の餌だと思ってたんだけど。だって、いや同じのあるんだよ、揚げ物。ささみのなんか乾燥したやつ、うんうん、犬直尻に揚げてたから昔。あ、そうそうそう、あれなんで俺が犬と同じものって今作ってんだろうなって。でこれはあのオーブン、うん、オーブンレンジで揚げてるからセーフって。なるほどなるほど、そうそうそう、あんのよ。そのためにあの綿棒を買ったな。あ、いいな、ささみチップス。私も気になってます。あ、本当、うん、え、ね、結構本当ポテチみたいな感じで食べれるんですか？そうだね、キッチンペーパーし、うんうん、だからなんかあの揚げる用のなんかこう紙敷いて、ささみ乗っけて、もう一枚紙敷いて、うん、伸ばして、うん、でなんかこうスパイスとか塩をかけて、うん、でオーブンレンジだから早いと。美味しそう。そうなんですね、うん、私もやってみよう。家でやることはだからそれができて、逆にすごいストレス解消になるなって。無心になったりとか、なんかね、すごい集中もできるし、麻婆豆腐作るときに手のひらの上でなぜか豆腐切りたがるのね。あ、まあ豆腐はねこうやりたがりますね。豆腐切ろうって言って、怖い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 。だって家に他に誰もいないんだからさ、自爆霊でも見てるのともかく。豆腐だけ。え、杉田さん結構家で一人でいるとき、その声に出してなんか喋っちゃうタイプですか？一人ごとすげえ多いよ。あ、でも聞かれたらすげえ恥ずかしい。嫌だ嫌だ嫌だ。だから自爆霊くん黙っててね。で面白いだろうな。うん、へえ、面白い ね、 ね、最近作った料理は何ですか？うん、最近作ったかな。私あんまり料理しないんですよ。しないのか。あ、そうなんですか。うん、だから最後に作ったのはサラダかな。ちぎっただけ。鼻で笑い。いや、あの奥が深いジャンルだから逆に何だろう。サラダの、ね、奥深いぜサラダって言っても。あ、本当ですか。そうだよ。え、どうしよう。あのトウモロコシ、あのパックに入ってるトウモロコシを、トウモロコシを縦にこうバーって切って、うん、パキって割って乗せて、うん、あとセロリ切って乗せて、うん、あとはあのなんていうの、ベビーリーフみたいなやつ乗せて、うん、ドレッシングかけるだけですね。いやでもでもトウモロコシを買おうなんていう気概にはならないですもん。本当、うん、はい、うん、じゃあよかった、ね、作ったうちに入れてもらえる。いやいや、ちゃんと作ってますから。よかったよかった、やった、素晴らしい、励まされて嬉しい、残ってますね。はい、あ、でも結構健康に気使うようになってる人絶対多いよね今ね。そうですよね、必要に迫られてるからね、こっちとこっちとらよ。でも食べ物大事ですからね。大事大事大事、はい、はい、ということで皆さんメールありがとうございました。さあ明日3月26日にはアニメ第12話がオンエアされます。はい、いや第11話がこうもう次々にブライハイトが出てきて、うん、もう戦闘の戦争が始まりましたよねっていう回だったんですけど、うんうんうん、本当に体感が早く終わってしまって。いやそうだね、本当いろんなことが起こりすぎて、うん、でもブライハイトかっこいいし、うん、ふわーってなりましたね。列が、うん、今思い返せばもう本当最初はヨボヨボのおじいちゃんだったのがこうブーンって飛んでなんか、うんうんうん、飛び乗って、うん、すごいもう戦う気満々で、列の絶がすっごい、うん、オーラがすごかったですね、うん、ねー、なんか、うん、初めあんなに覇気のないおじいちゃんだったのに、目すごかったし、もう、うん、ね、ブンッ、大丈夫、ね、ぐわって開いてて、めちゃめちゃ怖い。
あ、そうそう、この回がお風呂会だったんだね、うん、あのアタリエルシャフィーネ第2回目、うん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 、なんかそう戦争するのにこうお風呂入ってて大丈夫かとか思ってたんですけど、うんうんうん、まあそのトロ、心のトロというか、うんうん、私は不安ですみたいなのがあって、はい、もう友達でしょみたいなのがあって、うんうんうん、よかったですよ ね、 ね、そのシーンすごい安心できましたけども、はい、あとはですね、シュウがアローにリンガリンドの王になれって言う、うん、びっくり、え、王になるの、すごい、この後どうなっちゃうの、いろんな意味込められてるからね、うんうんうん、感じですけど、はい、うん、あとそう、あのレンがね、あの自爆しようとして出たこの回だ、あのシーンすごいかっこよくて心残ってる、この回では全然チェックしないで行ったの、あーそうなったんですね、うんうんうん、すごかった、ハンちゃんの出方を見て決めよう、確かにあのレンのね、あの聞き迫るセリフね、すごい印象に残ってますね、いやすごい、うん、でもこう、うん、レンの回も強いんですけど、うん、ジョブランエッチャ組も連携プレーでなんとか戦ってしのいでいったりとか、うん、いろいろありましたよね、うん、はいはい、まあ、そんな中戦いは続いていくということで、うん、第12話もねアニメお楽しみにということで、引き続きアニメの感想をお待ちしています。どんどん送ってきてください。テレビアニメバックアローリンガリンド放送局、忘れられるなら忘れたい記憶、バックアローは自分の記憶を取り戻そうと頑張りますが、このコーナーではリスナーの皆さんから忘れたくてたまらない恥ずかしい記憶を募集しています、はい、では早速メールをご紹介します。忘れたくてたまらない恥ずかしい記憶でも須崎とかには知られちゃうんだぞ、大丈夫か。もうすごい届きますよね。私これ今日なんかアリが割とゲストさんによって聞くときと聞かないときあって、今日書いてないから聞いて聞いて聞いてと思って、アリが聞いてくれたら私が聞きやすい、じゃあ聞いちゃおうかな。須崎さんは忘れなくてたまらない恥ずかしい記憶ありますか。恥ずかしい記憶なんだろうな、でも忘れないようにする、何かしらで役に立つから、なんか失敗した話してとか、あ、うん、まああのラジオとかでってことですね、逆に隠しちゃいけないなって、すごいすごいお気に入りの動画をねダウンロードで買ってね、うん、ハードディスク、外付けハードディスクに保存しようと思って、エロいやつ、さあその辺をぼかそうかぼかそうか、それでそれで外付けハードディスクのフォルダーに移したのよ、うんうん、で動画のねそのファイル名がねほにゃららほにゃらら、うんうん、3って出たのね、うん、同じ動画3回とか4回とかお気に入り、まごことなきお気に入り、なんでこんな何回も買ってんだろうそっか忘れちゃうんですか、連続購入になっちゃうんです ね、 ね、うん、なんか PC が変わるために買っちゃうんだよ、ね、よっぽど好みの子だったんでしょうね、うん、ハードディスクありすぎなんじゃないですか、いや逆に1個しかあるから、あ、だから3か、だからその過去買ってたってことを忘れてて、うん、じゃあお気に入りって名前変えれば、もう変えるしかねえな、ね、まあ最近サイトは親切で、うん、あなたは2018年何月何日にこの動画を購入してますって出るんだよ、へえ便利便利ですか。でもねサイトもね手が込んでてね、あのゲームと同じでね HD 版とか急に出してくるのよ、おえあ、うん、HD 版、え、いつも HD 版じゃないんですか、フルハイビジョン、なんかねその画質のいいやつとか、うんうんうん、ディレクターズカット版みたいなの急に出してくるんだよ、ゲームかよおいこの野郎うん、でも好きなシリーズだからな、買います、あいいですね、全然恥ずかしくないですよね、うん、杉田さんてらいなく言うからこうもっと恥ずかしいの聞きたかったね、うんうん、そうですね、恥ずかしいのなんだろうな出してくれ、楽しいな楽しいな、なんだろうな、でもあんまないよ、あんまないですか、でもドキドキし、うん、恥ずかしいなって緊張しながら電話かけたのは、うんうん、連絡網で高校の時に、うん、自分の次にかける子がすごい好きだった子だから、うん、あのときめき、なんと家にかけなきゃいけないんだよ、そうですね、連絡網だから、で小野原高校の杉田です、うん、何屋さんいますかって言ったら弟が出て、うんうん、姉ちゃん先生からその時から成熟な、うん、された声を持っていた、ね、で笑い方が独特な子でって笑いながら先生だってやだときめき、いい声だなって、あの当時からいい声で弱かったんだなって、いいな、連絡もいいな、もう何でもできる子で、うん、もう体育まで全部
もう全部できるのよ、勉強も運動も、二人三脚で、なんかその抽選と順番がずれて、最初そのことじゃなかったんだけど、ずれた結果組めたのよ。いやー二人三脚だよ。そうだよ。え、男女で二人三脚するんですか。そう。なんてハレンチだ。ハレンチだ。やばいですね。あの高校やべえんだよ。やばい。いいぞ。だっておっぱいとか当たるじゃん。当たるの？そのいや、当たる。まだ実ってないと思う。実ってない。当たるな。当たるか。え、そんなのだって、杉田さんなんて、もう。え、その頃から？もう。で、今リレーだから、そうやって来るじゃない、バトンが。そういう時に、あの、呼吸を合わせましょうって言って、うん。いてガッて出たら、あっちの方が早くて俺体持ってかれあらすごいなって運動神経いい子だったね。そう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 、いい、めちゃくちゃ早くて、あっという間だった、あっという間だった。なんて素敵な思い出、いい思い出な、いっぱいあるよこれ話、素敵だし、やっぱそういうのがあるから学生時代も覚えてそうそうそういていいですよね。でその子、あの遠くの方に就職するって言って高校ね出て、うんうん、で、あのもう一人暮らしになるからって言って、うん、でも手紙は送らせてくださいって言って、敬語なんですね、ずっと、うん、もちろんって言って、で、あのお仕事は楽しいけど、あのなんかこう家で一人だから退屈って言うから、うん、あのプレステ2当時買った時に、うん、プレステの1があったのね、うんうん、プレステーションあげるって言って、で僕の大好きだったあの女神文録ペルソナっていうあの、はいはいはい割とその神というかその神仏関係のちょっと、まあ言ってみれば神社に勤めてる人だったから、うんうん、なのにペルソナって要するに神とか悪魔とかマシンガンで倒すみたいな、気になるやつはみんな倒すぜみたいなそんなゲーム送んなお前ってそしたらよその子、めちゃくちゃド中二な主人公の名前つけてて、最高ねこのゲームって言ってて、多分今言ったらあの子それ過去隠したいだろうなって、あこんな趣味の子だったんだって、聞いたことないようなド中にネームだって、気になる、めっちゃ面白かった、すごい、なんかすごい相性良かったんですね、ね、遠く離れても手紙を送る中って素敵、そういうのあったな、うん、いい話聞けた。その子はその子だから仕事辞めてこっち戻ってきて結婚してんじゃないかな。あ、え、結婚式は行ってないんですか。行ってない。さすがに行かないか、好きだった子の結婚式、言ってて欲しかった気持ちもあるけどね、本当に、また何か始まるぞ、まあまあ、招待もされてないから、結婚式は友達の新井くんの結婚式が初めてだったから。あ、そうなんですか、うんうん、この後読みますっていう、なんでね恋バナだけして終わりたいなんで、ね、これが渡されたら破壊しちゃった、はい、いい声に弱いのはもうその頃から始まってたんだな。あとギャルゲーのやりすぎっていうのがその頃から優しいんだものってゲーム画面の人、みんな可愛い声、そうだけども、ね、プレイングする相手の女はだからうまくいくとみんな俺に優しかったから、そうだね、そうですよね、現実の女より優しい、そうなんですよ、だからギャルゲーとかに出演してくれる声優さんは尊敬してんの、ありがとうって、ありがとうなって、気持ち悪いねこの仕事とか思ってない、大丈夫って、うん、こっちトラス、ね、杉田さんが出てる乙女やってますけどね、感謝します、どっちもやってるけど、はい、それもあるからだ、俺もだからね、あの、うん、こいつはどんなやつなんだろうとか、そういう情報を集めたり、そんな見下したりバカにしたりするの一番良くないから、そうそうそう、だからそれはね大事にしてる、刻んで、刻んで、刻んで、はい、お便り紹介します、はい、デッポリンさんからいただきました、ありがとうございます。僕は高校生の頃周りに彼女ができたと言いふらしていました、がそれは全くの嘘、見栄を張りたい一心で嘘彼女を自慢していたんです。ああ、どこでデートしたみたいな話を適当にでっち上げて、がある日友人の一人にこう言われました、もういいよみんな気づいてるから。その通り、みんな気づいていました。あれあれ、その上で僕の嘘に付き合ってくれていたみたいです、嘘彼女を作っていた、本当に恥ずかしい話忘れたいです、あれあれ、優しい友達だ、ありありあ、気づかれちゃってたんだね、うん、でもその上でもういいんだって言ってくれるから、うんうん、優しい友達がいてよかった、うんうん、ね、本当に、よかったですよ、そのだんだん距離を置かれるとかじゃなくて、ちゃんと言ってくれて、あでも確かにね、もう嘘つかなきゃいいですよね、そうだね、学生時代はみんなそういうことあるから、ある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 か、え、なんでもないありますか続いて、チャーリンさんからいただきました、ありがとうございます。
まだ高校生ぐらいの頃です、はい、自転車に好きな子の名前をつけて呼んでいました、うん、もちろんプライベートのみで、うん、しかしとある休日街中で自転車に話しかけたりハンドルに顔をスリスリしているところを後日クラスメートに指摘されたんです、自転車に何してるのと、うん、白を切って乗り切りましたが、自転車の出来合いぶりを見られていたのかと思うとゾッとしますといただきました。すごい、どこスリスリしても痛いですけどね、なんか物理的に物理的に、まあ、鉄の塊だから、ハンドルに顔をスリスリ、なんか本当お便り読むとみんないろんなことをしてるんですね。でも私もチャリに名前つけてたな。なんて空だった気がする。なんか水色のチャリだったから、なんか爽やかな、なんかそういうのありません、名前だった、なんか名前みたいなのある、ありましたよね、うん、ありはつけてなかった、うん、なかったですね、多分ちょっと殺生だったんですかね、なんかどうしたこの物目ってなってたんですかねなんか愛着湧いてやってましたね、かわいい、うん、ちゃんと包丁に呼びかけるんで、なんで包丁あの豆腐切るときに包丁にお名前があのね、あのブランドの名前なんだけど漢字でシュンって入ってんのね、おシュン怖いよ杉田さんに一番狂気だよ、ね、本当に私も結構聞いて、本当よく切れるねそれをなんか YouTube で配信してほしいよね、うん、もういいんで、もう本当になんだよこの切れ味あすごいよ、数十秒でいいから、この悪い細谷くんの真似みたいなすごい切れないこれ危ない、もう我慢できない、なんで悪そういう悪いサイコキャラを全部細谷くんにするの、よくない、よくないですよ本当に、僕そんな人じゃない言ったのに、温泉でもやってますからねとばっちり、はい、はい、ということで、はい、皆様ありがとうございます、うん、以上、忘れられるなら忘れたい記憶でした。お送りしてきましたテレビアニメバックアローリンガリンド放送局、あっという間にエンディングのお時間です。番組では皆さんからのメールをお待ちしています。アドレスはバックアローアットマーク温泉 .ag back-arrow@温泉.ag です。番組配信ページにある投稿フォームからも送ることができますよ。たくさんのメールお待ちしています。ではここでバックアローの最新情報をお伝えします。オンラインで開催されるアニメジャパン2021のコネクトグリーンステージにてバックアロースペシャルステージが行われます。日時は3月28日日曜日午前10時30分から。出演は梶裕貴さん、須崎彩さん、私小沢あり、小野賢章さん、そして本日もゲストの杉田智和さんというグランエチャ組でお届けします。チケットは現在発売中。ステージの視聴方法など詳細はアニメジャパン2021公式サイトをご確認ください。はい、続きましてコンビニのローソンにてバックアローコラボキャンペーンが実施中です。対象商品を買うとローソン限定の書き下ろしイラストを使用したクリアファイルが先着数量限定でもらえます。詳しくはローソンの公式サイトをチェックしてください。はい、そしてコスパさんから先日発表になりましたバックアローの新グッズT シャツやラージトートなどが登場。商品の詳細は温泉の番組ページ下にあるバナーからコスパさんのページを見てみてください。はい、さてさて第12回の配信でしたが、うん、杉田さん2週にわたってありがとうございました。いや、私が一番嬉しかったのはですね、うん、杉田さんの学生時代の恋愛の話が聞けた。いやー、本当にまさかこんなとこで聞けるなんて。いやー、なんか予想でも言ったことあるかな。恋バナ大好きなんで、もうファウファでございます。ね、大好きだよね、恋バナ。主食なんですね。でも、なんかもう本当に人気のね、週が来てくれて、ね、本当に嬉しかったですね。なんかまだ言えないことも正直いっぱいあるじゃないですか。うん、あともね、まだ半分で、ね、だから、ね、だから話題そらしたの。修理ついて聞かれるのやばいから何答えてもやばいんで、だからなるだけちょっとこう極端な話題をもっと振ることにより、かわされた感がね興味をそらさなくてダメ、そっちの方が面白いから最後までね、こう小出し小出しという感じでね、うん、謎を聞きキャラでございますが、うん、またぜひゲストに来ていただけると嬉しいなと思います。とりあえずキーマンになるのは、うん、鍵となるのはビット君です。はい、うんうんうん、あとスペシャルステージですね、よろしくお願いします。エッジャー組としていくから、はい、またハンちゃんがギューって言う、本当にそうですよ、ハン
んちゃん言ってたもんね、ラジオ来たとき、あーってなってました。はい、ね、今後も、お見逃しなく、はい、ということで今回はこの辺でお別れです、うん、ここまでのお相手はアタリーアリエル役の須崎彩とエルシャリン役の小沢アリとシュービ役の杉田智和でした。バイバイ。この番組はバックアロー制作委員会の提供でお送りしました。